で、この前さ、マック頼んだ時にさ、うん、頼んだはずのミルクが入ってなかったったい。で、あ、注文漏れたとかなと思って見たけど、領収書には書いてあるっちゃん。ああ、ミルクね。で、ああ、これ普通に入れ忘れてるわと思って、なんかさ、普通に電話しようと思ってさ、電話かけとる途中でさ、あ、俺、鬼山田門左衛門やるんだって。頼んなきゃいけないな。そうそう。それに気づいて電話切ろうとした瞬間、向こうが出たったい。あー、気まずい。精一杯の強そうな声で、あー、あのさっきウバイツ頼んだ鬼山田ですけど、ミルクが入ってなくて、クソ恥ずかしい文章言わされた。ありえん。しかも、よりによってミルクだった。最悪だわ、マジ。すげえ体鍛えてるやつだと思われたわ。ミルク。ミルクいいね。うん